皆さん明けましておめでとうございます。まあ今回ね、新年早々女性もう週刊誌の方であった事実は全くないです。はい、なんで僕も正直今日ね聞かされてびっくりしてます。で彼女はクリスマスワイスっていうのが年末にあったんですけれども、そこのスタッフ の一員で打ち上げの後にたまたま隣にいた写真だったというだけで、本当に全く何もなくね、あればね、皆さんね、もっと堂々と、ね、はい、堂々とというか、あれば本当は良かったんですけども、事実であれば逆にね、全く何もなくて、はい、すいません、なんかあんまり面白い内容じゃないんですけども、まあね、できればね、今度はリンクの上でも皆さんの前にご紹介したいなと思います。まあ、今はあんまりそういったことは求めてないので全く思ってるようなことはないです。お騒がせして申し訳ございませんでした。真央ちゃんが恋人なんじゃないかみたいな噂が出てきた可能性が出てきたってことですかね。いや、真央ちゃんにも選ぶ権利がありますからね。ねえ、どうですか、まあ、真央ちゃんは占いとかみんなですけど、ちょっと向かへん、はい、二人は向かへん、あ、そうなんですか、相性が悪いっていうのがあったんで、不満感なんですけど、2人でこう、うん、なんかしてる、なんかそういうところでキュンと来たりとかはしないんですか。いや、キュンと可愛いなって思いましたよ。ちょっと照れる部分もありましたけど、可愛いなと思いましたけど、まあ、その先 の、 気持ちはなかったですね。いや、本当になんか可愛いなと思って、なんかでも大人になったなと思って、あ、そんなん言ったらね、あれですけど、じゃあどういう存在なんですか。じゃあ何なんですかね、うんうん、戦友って言うんですかね、うん、なんか戦友、うん、3、4年はあんま考えてない、ね、そんなに長くですか、はい、ちょっともうちょっと自分をちゃんとしてから人とお付き合いしようって感じ、ちゃんと生活力ちゃんと戻るようになってから、ね、次目付き合うってなって結婚も真剣に考えて付き合ってたなと思う、うん、ちょっとそれまでは自分になりたいようにやらせてもらえたらなと思う。ちなみに理想の女性像とはどうですか。理想の女性像はですね、元気な方で、あさばさばして、まあ、ネバ肌っていうか、まあ、そんな感じですよね、まあ、顔はちょっと独特な、独特という方が好き、前髪パッツンに赤い唇が好きなので結構細かいですね。